はい、えー、別館ですけどもね、はい、今日はですねあのちょっとですね禁酒法は、ね、天下の悪法というようなことで <laughs> <ん>まあこれ有名な話なんですけどね、はい、あのつまり今あのウイルスでね店を8時までやるとかね自粛してくれいろんなことやってますからね、はい、外出を規制するとか、はい、いろいろありますけどもあの 私はもともと根本的に疑問を持ってるんですよ全体にね。うんうん、で、まあ、い,いつも言いますように1億2,000万の人口の中で亡くなった方が1万2,000人うん、うん、人口の0 0零1かセントの死亡率、うん、このために今日本中が全て産業を止めたりねいろんなことになってるって。 あのそういうことをやるよりはもうこの段階であの止めるとかそういうことじゃなくてねあの少なくとも8時9時の、ねはい、あれはまあ制限してもいいけども、まあ、せめて9時だな。はい、でもだからといってねあの その保証もししてないでしょううでまともな保証もせずに、うんうん、それもね保証するっていうことであの事業の継続とかそういうねあの給付金持続化給付金みたいなね名前でやるのもなかなか払われない、うん、3月に払われてるのはまだ払われてないと、うん、いうことでもうお金がなくなって倒産するっていうところもあるだからしょうがないから店開く、うん、とお酒を禁止だっていうんだね、えー、これを今日言いたいが禁止法。 本当の禁酒法だから、ねうん、あのね結局どういうことかっていうとじゃあジンジャーエールとか、ね、お茶とか、ね、ウーロン茶とか、まあ、例えばノンアルコールビールとかこれ飲みながら。はい 焼き鳥食って <laughs> <laughs> あの刺身食ったら映画が知らないけどいろいろやってこういうことやれるかとそうですよねまあ少なくともコカ・コロ飲みながらお刺身食べるっていうのは <laughs> なかなかできないし,し <laughs> <ー>いやだからコーラと唐揚げとかね <laughs>、はい、こういうのならいいだろうけどうであのねとにかくねあのみんなストレスとかそれを増してる時ねお酒を飲むと多分大きい声を出して。 やるるってのあるじゃないですか、うん、でもねこれは誰が見ても世の中ちゃんと見てる分かるようにもちろん声が大きくなるとかありますけどそれは店の人が注意するとかこういうアクリルのねあれとかでこうやるとかね、うん、いうやりながらやればですね、うん、防げるはずなんですよ<ー>で酒を飲ませないっていうねこれおそらくあんまり酒,を酒が好きじゃないやつが決めたんじゃないかっていうね <laughs> うそうですね,ね私も正直言うと、はい、めちゃくちゃ飲むわけじゃないんですよ私は。はい、でも うちでは飲まない外で飲むやつにとってはこんなひどいことない、うん、そういう方多いと思うですよ。私なんかはもちろん全然サングあの志らではいくらでも私は喧嘩やりますけどもあの何て言うんでうの、お酒飲んで喧嘩しても一回もないんです18のあ十18じゃない20歳から飲み始めて大学部入ったらあ、ね、れ、えー、だったけど20歳から飲み始めてねあの本当にないですよ。で 私意外とあの大きい声出さないですからね。あのというねいうことでやるとほん腹立ちますこれな何にもしない何をするなね特にお酒ぐらいはね悪いっていうふうに思うのつまり唾を飛ばすってことかな。 そうなんですかねでもお,さお酒なのかなって思いますよね<う>普通にお昼喫茶店でおっ、あのー、きい声でしる喋ってる方もいらっしゃいますからコーヒーだってなんだってみんなで喋るとなったらもうそれからなんか、ね、ソフトクリーム食べながらとかねいくらででもやってるんでね、はい、8時までっていうのもき厳しいのに<う>さらにお酒なしってなるとう私たちなんか大体夜遅いで大体終わるでしょ。はい 今日もまたこの後、ね、あとね視聴者の答えるっていう浅野さんとねさや、はい、さんのあれと生放送やりますけどれ終わるの9時だからね九時過ぎだからね。特進のやつなんて毎日なんかそのテイクアウトの松屋とか吉野家とかあるいはあのコンビニ、はい、行かなきゃいけない。 お酒は許した方がいいんじゃないですか <laughs> それからねあの利益率の問題があると飲食店の人たちはね、うん、あのお酒飲んでもらわないとね,ね手間暇かけてるなおつまみとかねそういうんだからね、うん、お酒はこれはも本当恨みは大きいと思うね。う あとあんまり感じてないですよいや私もやっぱりね大酒飲みじゃないけど飲む飲むはだもんね一応ねちょっとはね好きですす飲みまだからねその心根が嫌だよって感じするんだ愛情がないんだよね民に対するこのせめて一杯の酒をとねそれが癒しに人生の癒しになってる人もいるかもしれないねえああいうそとですよね あの洋館を過ぎれば個人だからねこういういいののあるじゃなでですか昔関心の中でねこ,このところのところでともと一緒に別れてここまで送ってきたけども、ね、ついにこの洋館を譲ればね知り合いもいなくなるだろうとせめてつくせ一杯の酒、ね、季節の移り変わり若葉が出てくる桜がね散ってこのそういう季節になってそして梅雨の季節今日これね角川 から出版の世界一長い題名のね <laughs> 本「水野久、えー、<ー>ねこういうものを見ながらですねしみじみそこのところに先がないと寂しいでしょう<う>まあシラフでねああそうかたけのこができていいですよけどこれをねたけのこのねあれでもちょっとね刺身でもたけのこにでも、はい、でもちょっとつまみながらね梅雨<ー>が来てるけど<ー>とかね すべて飲ませる一杯の酒っていうね。ムライはちょっと本当ね、私あのな愛情とかね、人の心が感じられなくてすごく嫌だっていうのはあるんだよね。うんどうですかです、ね、皆さん。人とのつながりもどん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 分断されて、そうそうそう人間の心と心のつながりがね、はい、あのこいつらってこいつらってこの政治家たちね、うん、あのないんだよね。愛情とか人情とかそういうもの本当に向かけてると思う。うん あの本当に,あのにあのそれぞれの人間の命をね、まあ、病気にならなきゃいいんだろうワクチン打っとけやと遅れた文句言うんじゃない自分で自粛してうちの中にこもってろとかね人の心人の心の動きとかね自然を愛でるとかね人とお話をしたいとかさっきの一人歩きの話も含めてね人の人生大切なそれぞれの人生っていうものを大事にしないそ,その愛情のなさっていうかね 思いやりののさがもすごくらか「宴と孤心っていう本がありますけどやっぱり人って孤独になって自分で考える時間も必要だし人と集って語り合って刺激を受ける部分とそのバランスが大事だって昔の短歌を作る人たちもそのバランスで物事をクリエイト作り上げていくっていうやっぱりそこは。 例えばまあ一番センチメンタルだけど有名な石,石川啄木なんかねんいろんなとこもありながらね孤独をやってね、はい、女性がそれで大体好きちょっと悪いけど話がけど、ね、女性は好きだねあの石川啄木って <laughs>、ね、かわいそうにとか言って借金魔を。うんあ 東海の何とかとかね、笑い<は>泣きで出てカニとタマタムってないんだよ女性とタムってるんだよもタム出てるんだよとかね。女性はダメな人にこう惹かれやすいのなんでですかね。そうそうなんかあのちょっと弱いのね。はい、うん。どうしたらそれはどうですかそれ私に聞いてもわかんないから。ああいうのはどうして人気あるの。んねえなんでですかワグナーとかね。<laughs> あまあね借金までもね。<laughs> 借金まいろいろいるんだけどね。えー、うんまあでも本当に。 ただ、こう、なんか、ひ、ひよわな感じが、ちょっと、こう、母性本能低い、あれなのかね。うん、あの、というような感じがありましてですね。急に話があれですけど、やっぱり、ちょっと。ね。やっぱり、一杯の酒を、ね。君を尽くせ、一杯の酒と。ね。そういうことですよ。ね、やっぱり。この人生のね、一、一、一、ひと時、ひ時をね。大事にする時、しみじみお酒を味わいながらね。 し方育成で私らがそういうもので元気になるところあるんですよでも先人たちはこうやったんじゃないかと別れの杯とかね「あの行ってきます」とこういうふうにね,ね、はい、やって飛び立ってった特攻隊員の皆さんとか、ね、水杯で別れて、ね、出世した栄太さんやいろんな人たちねそういう意味ではねこの酒を止めるというこの無粋な 人の心がわからない連中をこれだけでも私もやだね。お前らに政治なんかやらしたくないというね、うという感じがいたします。そ,すね、それは同じ思いということで。はい、そうですね。はい、私も同感です。はい、<laughs> はい、では合点していただけたでしょうか。合点なんですよね。というようなことでありまして、<laughs> はい、えー、ということで以上です。ありがとうございました。